の少年ゆう山村村山智彦、明けましておめでとうございます。はじめまして、松本山雅 FC から来ました、ゴールキーパー村山智彦です。昨年は、山形として、敵として湘南と対戦することが、年に4回もあって、非常に湘南ベルマーレというチームに、縁を感じてました。皆さんご存知かと思いますが、山形の監督は、反町康晴監督で、それも何か湘南と縁があるのかなと思いました。昨年湘南は素晴らしいシーズンを過ごして、非常に J1 で躍動したサッカーを、してたと思います。そのサッカーを、今年しっかり、テーマでもある超越で超えれるように、少しでも勝利に貢献できたらなと思いますので、皆さん、声援のほどよろしくお願いします。